鳥取県道31号鳥取国府岩見線は、鳥取県鳥取市と岩見郡岩見町を結ぶ県道である。十王峠の県路県道31号は、鳥取市中心部に近い江方地区を起点とし、旧国府町中心部を通り、十王峠を越えて岩見町の加茂峠付近へ至る主要地方道である。この道路のルーツは、 古代の山陰道に当たると推定されており、近畿地方と稲葉国の国境をつなぐルートの一つだったと考えられている。江戸時代には、常見往来となり、特に、鳥取藩主の池岳の墓地や、一宮である、境梅神社への参経路として、鳥取藩による整備が行われた。明治時代に雨滝街道と呼ばれるようになり、県道に昇格、一時期は、 カモ峠を越えて、兵庫県へ至る区間となっていた。昭和以降、カモ峠付近の一部区間が、国道9号に移管されたほか、拡幅、改修やバイパス付け替え、ダム建設による、ルート変更などがあり、多少の経路変更があるものの、大まかなルートは、急放備街道に相当する。中央峠から、株島集落までの3キロメートルほどは、 今も福音が狭い険し道になっている。古代の山陰道ルートの二節古代に五気七道の一つに定められた山陰道は、京都から田島国を経て稲葉国を通り、放棄国、出雲国など東西に通じていた。しかしその古い経路は特に山間部では不詳な部分が多く、稲葉国でも明らかになっていない。平安時代の演技式では稲葉国に 山崎、スケ城などの馬屋が記録されているが、これらがどこにあったのかはわかっていない。山崎、スケ城に相当する地名が複数あり、田島国から、加茂峠を越えて、稲葉国に入った後、稲葉国の国町があった旧国府町に至るルートには、大まかに二通りの説がある。このうち、加茂峠からすぐに、南へ展示で、重大峠を越えて、袋川上流に出て、 袋川に沿って、国府を目指すルートが概ね現在の県道31号に相当する。江戸期の常見往来現在の十王峠頂上付近。常見往来はこの右側の斜面を降りて、銀山地区へ通じていた。稲葉国東部では、古来から巨能軍、常見軍、遊備軍などがあった。江戸時代に巨能軍は岩井軍と解消し、 明治時代になると三軍が合併して岩見軍となった。古代には国庁のある国府庁のあたりが稲葉国の中心地だったが、江戸時代になると鳥取藩の本拠が置かれた鳥取城が稲葉国の中心となり、藩内の様々な街道が鳥取城を起点として整備され、一律化なども築かれた。このうち常見往来は鳥取城から 袋川の岸を遡り、常見み群を縦走して、縦横峠を越えて、岩井群に入り、加茂川の上流部にある、加茂村に至る街道である。岩井群に通じることから、岩井往来、さらに、加茂峠を越えると、田島国へ向かうことから、田島道とも称した。また、国府付近や雨滝付近を通ることから、部分的に、国府道や、宇多き道とも称した。 江戸時代の資料によると、鳥取城の大手門にあった、義母市郷を起点とし、旧袋川を渡る、立川大橋、十王峠、銀山村を経由して、加毛村までの約六里の街道だった。常見往来と現在の県道との経路は、十王峠と加毛地区の間で大きく異なっている。江戸時代の常見往来は、十王峠から、銀山地区へまっすぐ下り、そのまま、 鴨尾村へ通じていた。銀山地区は、戦国末期の短い期間、西日本最大級の産出量を誇る、稲葉銀山があった集落である。このルートの峠下下部分は、山道としても現存せず、銀山集落内で行き止まりになっている。現在の県道は急勾配を避けて峠から大きく、尾根を回り込んで、荒い地区へ降りている。 鳥取藩主の池田家の累代の墓所が宮下付近にあったことから特に鳥取城と宮下付近の間は整備が行われており1828年には沿道の村民を動員して補修を行ったという記録がある明治時代に県道として整備された雨滝械道明治時代になって道路の種別が定められるようになると常見往来は第三種道路となった 1882年1月の臨時県議会で、この道路の改修を議決し、県道と同じ福音で、ごく平坦で立派な道として整備された。ただし1万2000円余りに上る改修費用は、沿道40河村の負担であり、この時点では、県道としては扱われていなかった。実際の工事は1883年に、鳥取の立川大橋から始まり、雨抱き、 中央峠、加茂峠を経て、1889年に、兵庫県二方郡千谷村に至って完成した。特に、中央峠と加茂峠の間では、入馬者の通行を可能にするために、中央峠の頂上から下るルートが、常見往来とは大きく変わり、銀山地区へ降りるのではなく、荒井地区へ降りるようになった。1892年には、加茂峠に、 ニ馬車などの通行が可能な振動が開通した。これは、従前の塩屋から峠に登るルートではなく、鴨川に沿って、荒井地区の株島まで遡り、そこから山越えをするルートになった。この結果、荒井地区には、鴨峠を越える利用者のための商店などができて、宿場町のような賑わいを見せた。この道路は、ニ馬ーや、人馬の往来が頻繁だったが、 県道ではなかったので、道路の補修費用などの維持費は相変わらず沿道の村が拠出しており、重い負担だった。1896年に、鳥取に、不評第40連帯が移転してくることになると、これを機にこの道路を県道に昇格させる運動が起きた。県議会への請願により、この年11月の議会で県道化が可決。 翌1897年に正式に剣道となった。この時の剣議書で、ア滝街道と表記されており、それ以来この剣道をア滝街道と称するようになった。江戸時代の常見往来は、鳥取城前の義母市橋が起点だったが、明治の剣道、ア滝街道は、立川大橋が起点となっている。義母市橋、立川大橋館は、 現在は主に県道323号及び県道291号によって結ばれているが、現在のルートは改修や付け替えによって変わっており、江戸時代と一緒ではない。義母市教も現存せず、おおむね鳥取県立鳥取に高等学校の前に位置していた。立川大橋から宮下まではほぼ直線である。ただしこの内大部分を占める。 立川大橋から奥谷入口交差点までは路線の付け替えによって現在は県道291号として扱われている。奥谷入口のあたりには奥谷病所や梅神社があるほか一律家があった。しかしこの一律家は現存しない。中央峠の鳥取市側では整備が進んでいる県道の雨滝街道はその後も改修、拡幅。 新道への付け替えなどが行われて整備されていった。太平洋戦争後に、新道路法に基づいて1952年に、国道9号が一級国道に昇格することになり、加茂峠の区間は、国道9号となった。このため県道の区間は、国道9号にぶつかる荒井地区までとなった。1978年に、加茂峠を塩谷からトンネルで抜ける。 ガモバイパスができると、荒井から、加茂峠を越える区間は、県道119号となり、塩谷、荒井間の旧国道区間は、県道31号に編入された。このほか、起点付近では立川大橋、奥谷間が、県道291号となった。起点は、南江方三丁目、産業道路交差点に移り、 奥谷までバイパス上に拡幅された新ルートとなった。新たな起点となった交差点付近には鳥取県の第三地方合同庁舎がある。かつて飛脚宿が設けられていた楠の木城地区付近には不動峠と称する旧坂があり難所の一つだった。一帯には1980年代から都のダムが建設され新たにできた稲葉真箱によって 県道も、沿道の集落とともに水没した。2009年には、ダム湖の湖岸をバイパスし、戸の橋、戸のトンネル、信号大橋、ステイシュトンネル、ステイシュ橋、楠ス城トンネルなどで通過する約 4.9km の付け替えが行われた。ダム自体の竣工は2011年である。ありがとうございます。